ということで、こちらのグリオンショーの私司会を務めさせていただきます、榊真理と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあグリオくん、ちょっと聞いてみましょう。グリオのこと知ってるよという方、 ありがとうございます。初めましての方どうですか。結構いらっしゃる。そりゃそうでございます。三重県の田舎からやってきたもんな、うちらね。そうそう、すごい緑豊かなところでございます。さあということで、グリオくんの紹介ちょっとさせていただきましょう。グリオくんは小学校3年生の忍者の男の子。ちょっぴりメタボな、このお腹には伊賀の美味しい食べ物がたくさん詰まっています。そしてこのお腹グリグリ言いながら撫でると夢が叶うと言われているんです。グリオくん、ステージ以外にも会場遊びに行ったりもしますのでね、その時ぜひお腹グリグリしてあげてください。なるほど、じゃあ私ステージの上で皆さん代表してグリグリさせていただきたいと思います。いい、ありがとう、いくで、せーの、グリグリ、あ、避けた、うんって言ったね今。いくよ、グリさせてよ、グリグリお願いします。いきますよ、グリ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 。今日みんなが忍者フェスタ楽しんでもらって、伊賀にもまた遊びに来てもらいますように、お願いします。ちなみに伊賀来たことある人、はい、あ、結構ある、嬉しい、嬉しいですね。あ、よかった。さあということで、そう、伊賀は忍者の街ということで忍者フェスタしてるんですけれども、グリオくんも忍者のキャラクターなので、まず忍者の動きを取り入れた体操を皆さんと一緒にしてね、体ほぐしていきたいと思います。忍者の動きとか取り入れた簡単な体操なので、グリオくんの真似をしてでも皆さん簡単にできる体操になってます。ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。そう、これテレビでも紹介されてさ、ダイエットにも今日なんかすっごい効果がある、運動らしいんで、グリオくんのお腹もちょっといいんじゃないね、なんか痩せられるかもしれへんよ、グリオくん頑張ろうね。さあということで、ニンニン体操という体操がありますので、みんなと一緒にやってみたいと思います。それでは行きましょう、ミュージックスタート。
一緒に体操してくれた皆さんもありがとうございました。後ろの方も見えてましたよ。さあということでクリオくん、ダイエットにもねすごい効果的なこの体操どう、ちょっと効果ありました？何々あったって言ってる。すごい痩せたやん。よかったよかった。これでねなんかスムーズに帰れそうですね。あーよかった。あー戻ったね。さあということで、さあ体操でね体も温まったところで、ここからはグリオくんと会場の皆さんと一緒にゲームをして遊びたいと思います。このお時間はグリオくんとじゃんけん大会。やったー。さあということで、ここからグリオくんとじゃんけんをしたいと思います。